トレードマークのハコフグのお帽子で、はいはいはい、もう今やですね、はい、皮膚の一部のようになってましてちょっとヒレを引っ張ると痛ててくすぐるとくすぐったいとですね、なんかもうだんだんあの神経が取ってるようになっちゃっています。あのこのハコフグちゃんにした理由というのは、はい、実は私がまだ小学2年生ぐらいの幼魚の頃にですね、家族旅行をしたのが福島県の小名浜だったんですね、はい、でその小名浜の魚屋さんを巡っていた時にでっかい水槽がありまして、おお、うん、タイヤヒラメが泳いでる、すギョいと思って見てたんですけど、ひときわ可愛い四角い箱のようなお魚がこっちを向いて泳いでるんですね。それこそがハコフグちゃんだったんですね、はい、大きなブリやタイにドーンとぶつかっても、はい、ヘロヘロになりながらもヒレをプタプタプタと動かして、はい、泳ぐそのけなげさ、可愛いだけじゃない、一生懸命だなこの子はと、自分も大人になってもああやってぶつかってもプタプタと元気にしていかなきゃなと、それで勇気をいただいて、はい、それで14年前2000年からこのハコフグちゃんを頭にこうやって共にするようになったわけなんです。いやもう15年ですから確かに本当に皮膚の一部ですね。そうなんです、はい、ありがとうございます。今日はあのさかなクンのがむしゃら時代ということで、もう今ちょっとお話を伺っただけでもずっとがむしゃらでひたむきでいらっしゃるんだなって思うんですけれども、ありがとうございます、まあ、どうやって夢を叶えられたのか伺っていきたいと思いますが、はい、そもそも小学校の卒業文集に、そうなんです、将来の夢というのを書いていらして、それが当時はタコとかお魚に大変夢中になっておりましたので、はい、タコやお魚の研究をされていらっしゃる大学が東京水産大学で、その東京水産大学のタコとかイカとか貝類の偉大な研究者の先生が奥谷隆先生という先生でいらっしゃるので、はい、絶対に将来は東京水産大学でしっかりと学びたいっていう、そんな思いがとっても強かったですので、はい、卒業文集にも東京水産大学の先生になってたくさん調べて研究して絵を描いて図鑑を作りたいですっていうことを書いてたんですね。はい、はい、それが、はい、今実現してるんですよね。もう実現ってもう本当にありがたいことに、はい、当時東京水産大学、今あの東京海洋大学ということで、私は今客員准教授としてギョ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 っと学ばせていただいております。そして素敵なイラスト入りのご本ですとか図鑑もたくさん出してらっしゃいますものね、はい、ありがとうございます。もう本当に絵を描くことがですねとっても大好きで、はい、なんとハイハイしてた赤ちゃんの頃から絵を描いてたそうなんです、はい、でちっちゃい時からですね、はい、紙と鉛筆とかがあれば何か夢中で描いてると静かになってるような、こう集中して物を見て描くっていうのがもともとすごく好きだったみたいです、ね、はいはい、でも最初に描いていらしたのは、はい、お魚ではなくて、そうなんです、物心つくようになった頃には街を走ってるダンプトラックとかゴミ収集車とか、いやゴミ収集車とかですね、はい、コンクリートミキサー車とかを見ると夢中で見て絵描いてました、はい、でちっちゃい時トラック大好きになった時は、はい、トラックを見るとライトが目玉に見えて、はい、ナンバープレートのあたりは口に見えて、で全体的になんだか動物っぽく見えたんですね、はい、生き物のように見えまして、トラックを見るとですね、おお、このトラックはなんだかアライグマのような顔つきに見えるとかですね、このトラックライオンみたいな顔をしてるなとかですね、だから機械とか乗り物っていう概念よりもこの可愛さ、このかっこよさ、躍動感なんて、あの、ちっちゃい時はそんな難しい言葉で思わなかったんですけど、このかっこよさや、この動きを描きたいっていう感じで、それでもう、手がふわって動くんですね。動いちゃうんですね。で、車の顔に見える部分、そして側面の立派な姿、形、はい、これを両方描きたいと思って、はい、斜め45度ぐらいで、はい、あ、いや、失礼しました、斜め45度ぐらいの角度で描くのが好きだったんですね。で今でもお魚描くときも、正面から見たときの両目の見えるお顔、そして、側面のかっこよさ、それを両方描きたいっていう思いなので、ちょっと斜めに描くんですね。はい、で、ちっちゃい時最初に夢中になったのがトラックだったんですけど、はい、その後に
水木しげる先生の描かれる妖怪をですね、見たときに、ぎょえー、怖えー、一つ目小僧怖い、えんだえんだ、おっかないとかですね、パッと見るとおっかないって感じなんですけど、でもよく見ると、あら、お目目がキョロンとして可愛いじゃないかとか、舌がビローンって伸びて、愛嬌があるなと、はい。で、一時期は、水木しげる先生の描かれる妖怪を見てですね、はい、無我夢中で描いてました。水木しげる先生の描かれる絵はですね、はい、作品によってなんですけど、細かく砂のように点々点々点々点点点で描かれてる絵もありまして、はい、すごい点々がこんなにリアルな絵になってらっしゃるってもうびっくりしまして、だんだんやっぱりそのものを見る視点っていうのが、絵一つ一つ見ても、これは線じゃない、点々だとかですね、はい、あ、これ絵だと思ったら版画だったんだとか、はい、どんどんやっぱり、じゃあもしかすると水木さんが絵の師匠の一人っていうことになりますね。もちろんです。はい。まあ、ちっちゃい時からトラックを見て、リアルなそのものを見て描いていたっていうこともあったんですけど、はい、水木しげる先生の描かれる妖怪の世界っていうのは、非常にまたキャラクターが、たくさんいて、はい、で、その一つ一つの妖怪の魅力があってですね、はい、多様性があるんですね。はいはい、水木さん、先日亡くなっていましたけれども、どこかで対談もされてそうなんですよね。ありがとうございます、森田様。私、どうしても水木しげる先生、会ってみたいっていうのが、幼い頃からの夢だったので、はい、もう私にとっては、もう妖怪の神様、もう誰しもが、日本中の誰しもが、妖怪の大先生、あるいは妖怪の神様と思うということなんですけど、はい、いつかお会いしたいと思って。そしたら夢が叶ってですね、対談させていただくことになりまして、はい、ドキドキしてその日の朝から、今日は水木しげる大先生とお会いできるんだと、嬉しいなと。どんな格好で行こう、やっぱり白衣で行こうと。はい、白衣で伺って、先生、はじめましてと、ご挨拶した瞬間に、おおおおおおっておっしゃるんです。先生、先生、どうされましたか？よよよよよ、妖怪医者が来たと、妖怪医者、白衣だからかと思ってですね。箱ふぐの帽子もかぶってらして、はい、もう大変驚かれまして、水木しげる大先生が、お迎えが来たみたいな。いや、そんなことない先生とか言って。いやでもですね、もう先生の大ファンで、ちっちゃい時からもう、水木大先生の妖怪を描いてきました。で、自分の描いた妖怪の絵やお魚の絵をですね、見ていただいたところ、ほほー、うまいもんだとですね、すっごくうなってくださって、いや、だから本当にもう嬉しくてですね、はい。で、水木しげる大先生からサインも書いてくださって、はい、ゲゲゲの鬼太郎の絵と、目玉のお父さんと、その、鬼太郎様の、下駄の近くにお魚も描いてくださって、あ、水木さんのお魚ですか、さかなクンへと描いてくださいまして、もう今でも家宝にさせていただいております。あ、そうですか、はい、そんな幼い頃からの、はい、本当に長年の思いが叶ったってことですものね、はい、だから不思議に思うのは、ちっちゃい時からですね、どうしてもこのお魚に会いたいなとか、この大先生にお会いさせていただきたいと、その気持ちをずっと持ち続けると、はい、ふっとお会いできたり、叶うんですね、ふっとそのお魚が現れてくれたり、はい、2010年には絶滅したとされていたクニマスが、ふっとこう、はい、本物がギョ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 ーンとですね、生きた姿で、そうですね、会えることができまして、70年前に絶滅したとそうなんですされていた、はい、田沢湖の魚が、なんと山梨市の。の最古で、ところ変わってだったんですけど、はい、だからやっぱりなんか、偶然とか奇跡っていうのもあるのかもしれないんですけど、思いを強く持ってると、やっぱりそういった、なんていうか目に見えないものっていうのも大切なんだなと、すっごく思います。はい。はい、その意味では、さかなクンはいつも何かこう人と一回つながった赤い糸っていうのか、それを全部大切にしてらっしゃるんじゃないかと思うんですが、タコとつながりというのが、はい、そうですね、はい、タコがさかなクンの始まりになったわけですね。そうなんです、はい、小学2年生の時に同じクラスの男の子が一生懸命なんか書いてるんですね、はい、くわっ、何書いてるのかなと思って見たら自分のノートなんです。それ自分のノートじゃないかと。これ僕のノートでないとか思いながらもう見たらですね、ノートからブワーッと飛び出てくる勢いのタコだったんです。ギョギョ、うわー、なんだ
この生き物と思ってですね、はい、丸い頭にギョロッとした目、はい、とんがった口から黒い煙のようなものをもくもく吹き出して、たくさんの足があって、ウルトラマンと戦ってんですね。はい、こんな生き物いるのって。小学2年生にしてタコの存在をあんまり知らなかったんですね。もう頭にこびりついてですね、授業中もこの生き物なんだろうと、いても立ってもいらなくなってしまいまして、はい、もう放課後にですね、そのまま図書室にわーっと走って、で、動物の図鑑とか、いろんな図鑑を引っ張り出して、全部並べて、片っ端からこう調べて、逆にはこの動物に近いのが見当たらないと思って、じゃあ水の生き物だ、なんだろう、カニでもない、エビでもない、タコだーと、やっとそこでタコにたどり着きまして、なんか、だよくこんなすっげえ絵を描いてくれたなっていう。ですよね。ちゃん、もう感謝ですね。で、図書館で、それがタコであると判明して。わかりまして、よし、本物を見たいと。どこに行けば会えるんだろう、海に行くのか、海じゃないと会えないのか、でも海遠いしなぁ、あ、魚屋さんに並んでる、はい、よし、じゃあ町の魚屋さんに行ってみようと。で、本を戻して、そのままランドセルを背負って、はい、お家に一直線ならぬ、魚屋さんに一直線ですね。と。で、魚屋さんにたどり着いて、はい、タコいるかな、タコいるかな、いたーと。顔と同じぐらいのでっかいタコが、はい、目の前にバモンといてですね、いた、こんなに迫力いっぱいなんだ、イボイボたくさんあるよと、すっごくもうドキドキしながら見た記憶があります。はい、いらっしゃいと魚屋のおじちゃんが顔出してお、こんにちは、あのおじちゃん、このタコっておいくらですかって聞いたんですね。でっかいからな、2000円だな。ギョギョギョ、あー2000円お小遣いじゃ買えないよとですね、当時小学2年生で2000円っていうのは大金ですね。大金ですからね。はあ、そんなにタコって高いんだな、やっぱり。あんなに大きいもんな、なんて思いながら、しょぼしょぼ家に帰った記憶があるんですけど、はい、そうだ、お母さんタコ食べたいって言ったら、ひょっとしたら買ってくれるかもしれないぞ、なんて思いまして、はい、お母さんただいま、お母さんタコ食べたいんだけど、あ、タコね、うん、そういえば最近食べてないわね。じゃあタコ買いに行こっか、と。で、あの、連れてってもらったんですね。はい、で、てっきり、先ほどの、びっくりした、タコの大きいタコが並んでる、町の魚屋さんかと思いきや、スーパーマーケットの、鮮魚コーナーだったんです。はい。で、スーパーマーケットの鮮魚コーナーには、タコはパッキングされて並んでるんですけど、ゆでタコですよね。そうなんです。だけど、パッキングされてるタコちゃんって、もう、半分になってたり、はい、足が2本とか3本になってたり、ほら、このタコでいいって、違う、タコは8本足だからこれタコじゃない、3本しかないよとかだだこねまして、そしたらですね、ちょっと鮮魚コーナーをぐるっと見渡したら、はい、ちっちゃいちっちゃいタコちゃんが並んでたんです。おでんのコーナーに、はい、おーいいタコって言うんだと、おでん種のコーナーにいいタコちゃんが一杯50円で、はいはい、50円でですね、はいはい、並んでましたんで、はい、お母さんお母さんこのタコ買ってって、あ、50円ねいいよと、はい、買ってもらいまして、お家帰ってもですね、もうしばらく手のひら乗っけて、かわいいなぁ、丸いなぁ、イボイボたくさんあって面白いと、で吸盤数えたりですね、姿形いろんな角度から見たりして、もう夢中で絵描いて、形にタコちゃん乗っけて右手で絵を描いてですね、もうそれはそれは至福の時間だったんですけど、とやっぱり食材ですので、いいタコちゃんもだんだん時間が経ってくると香りが強く漂ってきまして、部屋中がだんだんタコの香りが充満してきまして、ほら、もうそろそろ食べ頃よって、そうなんだねって言って。で、その日の夕飯でタコブツとかタコのお料理がいろいろ出てくるんですね。で、それが1ヶ月間ぐらい。タコを買ってもらってお料理して、絵描いたりお料理したりですね、1ヶ月間ぐらいタコ生活があったんですよ。それはお母さんも料理のバリエーションがなんか大変じゃないですか？そうなんです、だんだんですね、やっぱりタコのお刺身とかタコブツでも飽きてきちゃうんですね、さすがに。10日も2週間も続くと。ねえ、もう違う料理ないって兄もいるので、なんか違う食べ方したいとか。じゃあどうしようか、ね。カレーライスに入れてみようとか。それ結構また美味しいんですね。はい、でも一番これは美味しいとみんなが思ったのは、
タコのバター焼きなんです。ほう。これはフライパンにバターを乗っけて火を通して、バターがじゅわーって溶けたぐらいにタコのぶつ切りを入れて、はい、塩コショウで味を整えて、で炒めるとバターの色がピンクっぽくなっていくんです。そしていい香りがふわーっとしてきまして、美味しそう。それで火を止めていただきます。はい、食べてみると、はい、おお、この香り、この食感、この歯応え、いやー、たまらないと、はい、止まんない美味しさなんです。タコのバター焼きをぜひとも、美味しいですよ。で、学校に行ってもやっぱりタコの頭から離れなかったんですか？タコの下敷きとかグッズとか持って行っても、ずーっとタコを、魚粉休み、あるいは授業中も、気づくとノートの片隅とかにタコちゃんの絵描いたり、逆、あ、いかん、これはちょっと、気がつくと。無意識的にタコの絵描いたりですね。はい。はい、テストの答案用紙にさえ、タコやお魚の絵描いたりして、結構怒られましたね。それは怒られますよね。怒られますよね。で、そのタコ一筋だったのが、タコ以外のお魚にも徐々にこう目覚めていくわけですよね。そうなんですよ。やっぱりタコを調べてると、はいはい、タコに対する思いがますます強くなりまして、で、本物に会ってみたいという気持ちになって、実際に魚屋さん、そして料理屋さん、それからは水族館、海と、どんどん世界も広がっていきまして、はい、もちろん、ま、タコに会えるチャンスはあるんですけど、はい、それ以上にたくさんの種類のお魚ちゃんがいるわけですね。そうすると、なんであのお魚は面白い顔をしてる、陸上飛び跳ねてるぞ、カエルみたいな魚だ、調べたらカエル王だ、面白いカエルと魚のような特徴を持つんだなとかですね、こんなに口がビヨンと伸びる魚何マトウダイって言うんだ、あ、面白いと、どんどんやっぱりお魚の世界観にも非常にワクワクしてきまして、はい、はい、なんかそんな中で初恋があったんですか？はい、タコを見たいがために連れてってもらった水族館で、母がお土産用の魚の下敷きを買ってくれたんです。はい、で、いろんな種類のお魚が下敷きの中いっぱい泳いでんですね。ギョギョ、これは顔が長いぞ。何、馬ずらはぎ、本当に馬のような顔のお魚ちゃんだと、はい、その下敷きのちっちゃなお写真だけでジョヘッと惹かれまして、キュンとなって、これは見てみたいと思ったんですね。ところがですね、ウマヅラハギちゃんは近い仲間のカワハギちゃんと、はい、ま、味がもうとてもよく似てんですね、はい、とても美味しいお魚で、ウマヅラハギちゃんは悲しいことに、はい、当時は頭を取られて皮を剥がされて、ウマヅラハギではなくカワハギとして結構並んでたんです、魚屋さんで。なので、ウマヅラハギちゃんの姿を見たいのに、どの魚屋さんを巡っても頭がもう取れてて皮剥がされてて、こんな姿にされちゃってっていう、はい、一匹の姿じゃなかったんですね。だけど随分魚屋さんも料理屋さんも、はい、くまなく町中探したところ、ある一軒の割烹料理屋さんの大きな水槽の中にウマヅラハギちゃんがいたんですね。よし、家帰ってお母さん連れてきてもらう、はーっと自転車こいで家帰って、はい、お母さん、割烹料理屋さんの水槽にウマヅラハギちゃんがいたんだ、連れてってって、で、結構遠い距離でしたんで、はい、車で連れてってもらいまして、はい、お母さん、ここのお店だよって言って、でガラガラっと扉開けて、ごめんくださいって言ったら、はい、琴の音が聞こえてきて、いやー、高級そうなお店だ。そしたら、板さんが、いらっしゃい、今日は何すんのっていうか、あ、今日はこちらのかわいいウマヅラハギちゃんをお願いしますと。ウマヅラな、ちょっと待ってなと。そのお兄さんが、でっかいタモを見て、ブワッとすくって、はい、やったー、すくってくださった、お家に連れて帰れるぞと。ところが、そのお兄さんが5分経っても、10分経っても、なかなか姿を現さないので、あれ、どうしたんだろう、あれ、随分時間かかるなーって。お兄さーんって、おー、お待たせー、できたぞ、ボンギャー姿作りがー、ギョギョー、そこにはあったんですね。元気な姿で連れて帰ってペットにしようと思ってたらですね、家族の一員としてお迎えしようと思ったら姿作りなんですね、ギョエーと。しかも、お頭付きですので、お顔がこっち向いて、目がくるくる動いて、ちっちゃな胸毛がパタ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 
パタパタって動いて、お口もチュンチュン動いてですね、おちょぼ口が。で、ちいちゃなお口から歯が覗いて、その歯を擦りに合わせると、ギチギチ、ギチギチ、ギチギチ、ギチって泣くんですね。泣くというか音を出すんですね。で、こっちをくるくる目を動かしてみんなが、ギチギチ、ギチギチって言って、うわー、ごめんなさい、こんな姿になっちゃって。そしたら、イタさんが、どうしたの？悲しそうな顔して。何に？家に連れて帰って水槽で買おうと思ったらなんでそう言ってくれればいいじゃないか最初に。もう姿作りになっちゃったなぁって。だったら食べてあげなぁと、うん。お兄さんがおっしゃるんで、はい、手を合わせていただきますと。箸でその身をですね、こう挟んで持って、いざ食べようと近づけたところ、キランキランって輝くんですね、お刺身が。はい、お刺身ってこんなに虹のような輝きがあるんだとびっくりしまして、新鮮だからなんですね。うん、身がもう、プニッ、ポンポンってこう跳ね返ってきて、はい、しかも噛めば噛むほど甘みが広がって美味しい、こんなに美味しいお刺身初めて食べたとかギチギチ、やめなさいと。悲しみと美味しさと、複雑な、ね、いやだから初恋のお魚食べちゃったんですね。だけどそこで初めて私たちが普段いただいてるお刺身の一つ一つっていうのは、こうやって泳いでたお魚だったんだ、生き物なんだっていうことに気づけたわけなんですね。残酷なんですけど、ちっちゃい時のそういう一つ一つの思い出というかですね、一つ一つのビッグなことっていうのが、非常に大きな学びになるっていうことに積み重なっていくんですね、はい、それは今でも同じで、はい、やっぱり文献とかで調べた知識、あるいは偉い先生から学ばせていただいた知識っていうのも非常に大切なものだと思うんですけど、それと同時にやっぱり自分で見て触れて香りを嗅いで、そして音を聞いて、で味わって、まさに五感ですね。そうなんですね。五感なんですけど、すみません、五感ですね、はい、やっぱり自分で見聞したことっていうのは、うん、本当にいつまでも残ると思うんですね。そうですね。で、私も絵で表現させていただいたり、講演会やイベントでお話しさせていただくにあたりまして、図鑑とかで知識を得たものをそのまま伝えても、それ誰しもが調べられることなんですね。うん、はい、だけどやっぱり自分だけが見たり、食べたりしたその感動っていうのは、自分が体験できたからこそお話しできる、絵が描けるっていう。そこだと思うんですね、はい。まあ、そうやっていろんな出会いがある中で、なんかそのさかなクンの好きな魚屋さんっていうのも随分そこで勉強もされたそうでね、魚屋さんで、はい、ですね、ちっちゃい時から魚に無我夢中でしたので、周りの友達、いや友達とももちろん一緒に遊んだりはしてたんですけど、どちらかというと自分は小学生の頃からただいまって帰ると、はい、ランドセルをもう放り投げる勢いですぐ自転車乗って行ってきますって言って、町中の魚屋さんとか町中の図書館とか、はい、ありとあらゆるところを巡ってお魚に関する場所ですね。で、出会った方、例えば魚屋さんの大将だったり、はい、料理屋さんの板長さんだったり、熱帯屋さんの店長さんだったり、はい、その魚に携わる魚のプロのトップの方と結構喋ったりしたんですね。やっぱり面白い子が来たなっていう感じで、そうなんですよ、教えてくるんですか。ね、大将、このお魚なんて言うんですかって、それ知ってるかって、これはホウボウですかね、当たりだよ、当たってたの、やった、じゃあやっぱりすっごい大きな胸びれ綺麗なんでしょうね、広げたら、広げてみせようか、広げてみてください、いやー本当綺麗だってか。ところでお兄さんが死んない魚いいんだけど、これわかるかって、その魚はこれはキツネ類って言うんですよって、ああそうなんだ、お兄さん知らなかった、でも確かにキツネの顔そっくりだなっていう感じで、じゃあまた知らないような魚いたら取っていってやるかなって、はい、お願いね小松の兄さんって言ってですねだからお魚のプロの大人と、もうちっちゃい頃からですね、はい、もう対等な感じで喋ってくださるんですね。だから年の差がなかったって感じです。しかし、はい、もうそれだけ日常生活が、はい、まあ突出して魚に、はい、特化されてるよね。そういう小学生中学生のさかなクンを、はい、お母さんはどんな感じで見守ってらしたんですか。本当に勉強そっちのわけで絵を描いて魚に夢中だったので。正直申し上げました。本当に成績が悪かったんです。はい、そのため、
授業参観ってありますね、はいはい、その時に母が来たり、あるいは学校の担任の先生が家庭訪問で来てくださると、先生が母にですね、毎日のように絵を描いてる、タコに夢中、魚に夢中、それは重々わかるんですけど、お母さんもっと授業に集中してもらいたいんです、もっと勉強させてくださいっておっしゃってくださってたみたいなんです、はい、ところが母は、いや先生、うちの子は絵が好きなんだから、魚が大好きなんだから、それはちっちゃい頃から絵が大好きで、今はこうなんだから、それでいいんですうちの子は、ってそうやって先生に言葉を返してたそうなんですね。その時のことを後に聞きまして、はあ、はあ、そうやって先生にお話ししてくれてたんだと思った時に、すっごく感動しまして、ああ、自分の個性をそうやって伸ばしてくれたんだなぁと。で、確かに思い返すと、もっと勉強しなさい、ガミガミガミってなかったんです。ああ。なんで、本当に、自由に泳がせてくれたら、本当に魚になったねって、今でもそうやって喜んでくれるんですけど、いや、本当に好きな、タコやお魚を夢中で見て、調べて、出会って、街中を自転車で駆け巡って、はい、行動範囲もどんどん広くなって、母はそれを多分喜んでくれてたのかなと。今ですとね、いろんなことがあって心配して、そんな遠くまで行かないのよとか、はい、一人で行っちゃいけないわよなんていうこと言われそうですけれども。そうなんです。一人で隣の町まで巡るようになったんで、うん、今自分のことを振り返って思い出しても、ずいぶん一人で冒険してたなっていうか。そうですね、はい。本当に泳がせてくれてたんですね。はい。でもどうですか、学校でそれだけこう個性的な、はい、そうですね、浮いてましたね、きっと、まあ、今でいういじめとかそういうのはなかったですか。きっとですね、はい、変わり者だったんで、まあ、今でも変わり者なんですけど、クラスのお友達とか、まあ、違うクラスの子とかもだんだん自分がもう絵ばっかり描いてるし、タコに夢中ですし、だんだん、まあ、お魚も好きになっててですね、周りの友達が、イエイタコ、イエイタコタコとか言うんですよ、はい、からかってたんですね、きっと。だけど自分は、いやいタコって言うと、あ、何って、あ、タコタコ、あ、タコって呼んでくれた、タコって呼んでくれた、嬉しい、もっと呼んでって感じで、え、何、マダコ、テナガダコ、それとも毒なんでヒョウモンダコとか言ってると、あ、なんか効き目ないなって感じで、なんか、びっくりしてるんです。びっくりっていうか、だから、ひょっとしたらそれを真に受けてっていうか、いやいタコって言われたのが、それはからかわれてんだって、正直に捉えていたら、はあ、自分がタコが好きなの、こんなからかわれてる、こんなに罵られて悲しいなってへこんじゃってたと思うんですけど、自分は、まあ、鈍感なせいか逆に喜んでましたんで、うん、嬉しいタコって呼んでくれたって、みんなタコって呼んでくれてる、嬉しい、ありがとうみんなって感じだったんで、やっぱりでも結局周りの友達も誰にもかなわない魚博士であるっていうのかな、そういう意味で一目置いていくようになったんですよね、きっとね。それとまあ今のさかなクンのハッピーオーラじゃないですけど、きっと当時からなんかさかなクンの周りに行くと楽しかったんでしょうね。だんだんですね、本当にお前そんなタコ面白いのかよとか、はい、魚ってそんなに飽きないのかとか、やっぱりだんだんそして周りの友達がですね聞いてきてくれたり、はい、自分がいっぱい描いてる絵を見に来てくれるんです、面白いよ、本当にこんなお魚いるんだよ、海に行くとね水から出てさ日向ぼっこしてんだよこのお魚、カエルをって言って本当にカエルみたいにぴょんぴょん飛び跳ねんだよって、嘘だ本当だよ、江ノ島行くといるんだよって、じゃあ見に行きたいよ、じゃあ一緒に行こうよって誘って、だんだん友達と一緒に海にお魚見に行ったり釣りに行ったりですね、はい、川に行ったり、だんだんそうやって友達ともお魚を見たり出会うために結構遠出したりですね、しまいには学校の先生も一緒にお魚を釣りに行ったりですね、中学の頃からですね、はい、いやー嬉しい思い出がいっぱいなんですね。そうですね。でそのまま中学高校と魚一筋に、そうです、人とのつながりも広がっていき、広がっていきまして、はい、中学の時には、はい、吹奏楽部に水槽があると勘違いして、はい、どんな水槽があるんだろう、どんなお魚ちゃん泳いでんだろうって思って、吹奏楽部見学に行って、はい、失礼しますって扉開けた瞬間、どんどん、ぷかぷか、ギョギョ、水槽違いだこれ間違ったとか思ったんですけど、水槽違いと。だけどですね、
わーっと見渡すといろんな大きさの楽器があっていろんな形の楽器があっていろんな低い音から高い音の楽器まであって面白い世界だとこの世界に浸かりたいなんて思っちゃってですねすんなり入部したんです、はい、で先輩が吹いてらっしゃるトロンボーンの動きがあまりにも面白くて伸び縮みするでっかい楽器、はいね、あの楽器吹いてみたいなと、はい、それではトロンボーン担当になりまして吹いてたんですけどその顧問の先生が理科の先生でもあったので、はい、先生が自分が3年生の成り立ての春に自分の名前が呼び出されたんですね、保健室に行きなさいとあ、違った職員室に行きなさいと保健室ごめんなさいね職員室でした、はい、テストの点数悪かったのかなそれとも吹奏楽部で自分だけ居残り練習させられんのかななんだか憂鬱と思いながらも、はい、あ、先生僕呼び出されたんですけど何でしょうかってあ、来てくれたねカブトガニが来たんだよとカブトガニですかそう、あのカブトガニカブトガニって天然記念物じゃないんですか天然記念物に指定されてるわけですね、はい、岡山県の笠岡市ではあの産卵地としてですね大変貴重な、生きた化石と呼ばれるカブトガニちゃん理科室にいるから見に行こうってで理科室にですね先生が連れて行ってくださってへーカブトガニどのぐらいの大きさなんだろう元気なのかな元気なのかなってこれだよって60センチぐらいあるんです。でけーって。そうです。こんなに大きいんですか、先生って、はい。しかも、足がカチャンカチャン動いてますんで、先生元気じゃないですかって。そうなんだよ。先生も困っちゃって、こんなに元気だから、先生金魚も飼ったことないから、どうやって飼えばいいかわかんないんだよって。でも先生、カブトガニちゃんは海の生き物だから、海水がないと干からびちゃいますよ、と。じゃあちょっと海水だね、って。あとは砂の上とか泥の上を歩いてますんで、そこに砂や泥を敷いた方がいいと思います。よし、じゃあ取りに行こうか、と。で、その先生の車で、学校から一番近い海が茅ヶ崎でしたので、はい、40分くらいかけて海まで行って、ポリタンクで海水をいっぱいこうすくってですね、はい、浜辺の砂も、なるべく水に浸かってる微生物もちゃんと住み着いてる砂をですね、ずぶ濡れになりながらも砂を取ってきてですね。はい、で、海の水と砂を持ってきてカブトガニちゃんに水もかけてあげたらだんだん元気になってきてよかったーとですねで家帰ってお母さん今日ね今日学校にカブトガニが来たんだよでっかいのでっかいのこんな格好してんだってだけどねカブトガニが60センチもあるから理科室の入れ物に入れたんだけど狭そうでかわいそうなんだってじゃあいつもの熱帯魚さん行けばいいじゃないのって、はい、よく通ってる熱帯魚さんに車で連れてってくれまして、そしたらそこに3点セットで水槽と水をきれいにするろ過装置と照明がついて1万円だったんですよ確か、はい、で普通に買うと5万円も6万円もするんですけど、3点セット1万円おおとか思ったんですけどでも自分のお小遣いでは買えないとそしたら母がこれだったら入るんじゃないのってじゃあ買ってこうよっていいの買ってくれんのってだって大切でしょってでそのまま買ってくれましてその車で学校に届きまして、鈴木先生、こんな水槽があったんですよって、学校にいただいていいんですか？あ、先生どうぞって。で、その水槽でカブトガニを買いまして、水もいっぱい入れてですね。はい、ただ、大きいといっても横幅90センチでしたので、60センチのカブトガニちゃんは、わずか30センチ進むとギョンってぶつかっちゃうんですね。かろうじて方向転換できるというぐらいで、やっぱりそれでも狭かったんですね。いや散歩させないといけないと思ったんですね、はい、それで吹奏楽部だったので、はい、朝練習の時吹奏から出して理科室の床を散歩させてで授業が始まる前楽器もしまいつつ、はい、カブトガニちゃんを吹奏に戻してカブちゃん放課後ねと放課後の練習の時にも、はい、カブちゃんお待たせと理科室の床を散歩させて、夕暮れになって練習も終わって楽器も片付けカブちゃんも返しっていうのさあ来る日も来る日も繰り返したんですよ、はい、そしたらある日ちょうどオスもメスも両方飼うことになってオスもメスもいた時のある日に卵が生まれまして、はい、でその卵の育て方をいろんな水族館の飼育員さんから丁寧に教えていただいて学校の先生と友達みんなで卵を分けていっぱい産むもんですのでそれで大切に育てたところ赤ちゃんが誕生しましてやった生まれたと新聞にも大きく取り上げていただいて本
当に嬉しい思い出になりまして、こんな貴重なことができて嬉しいな。今思うとカブトガニっていう水族館でもめったに卵を産まないそうなんです、はい、だけど思うに朝と、ま、放課後の練習の時にカブトガニちゃんを散歩させてた、これがひょっとして規則正しい時間帯だったので、うん、潮の満ち干と思ってその刺激で卵を産んでくれたのかなと。いやー、しかし吹奏楽部に入ってみて実際にそのね吹奏の中でカブトガニもね、はい、飼うことができて大変な負荷までさせちゃったってことですもんね。そうだったんですね。だからもうすごいなーと思って、はい、ところでその中学からですね、はい、高校まで行き、はい、高校卒業となるともういよいよ進路をどうしようかということになりますよね。そうなんです、はい、あの昔の夢は東京あの水産大学の先生になるというのが、そうなんです、夢は夢だったんですが、後ろに思ってた夢としては、はい、東京水産大学に入りたいと思ったんですけど、はい、気づいた時にはもうびっくりなことに全然成績が悪すぎてもう受験もできないぐらいの、それで、これはしくじった。勉強を怠ってたね。これは。だけど、絶対に自分にはお魚しかないと、はい、これは強く思っていましたんで、他にどんな道があるんだろうって思った時に、動物の専門の学校が、この NHK 様のすぐ近くの渋谷にあったんですね。はい、で、よし、この学校を受けようと。で、見学にも行って、はい、いろんな動物がいて、水槽も並んでて、うん、よし、自分は動物も大好きだし、水族館や動物園の授業もあるし、この学校だと思って入ったんです。で、水族館の授業もあって、はい、その水族館の授業を担当されてる先生が、いや、君は将来何になりたいのって、先生、私はどうしても魚の道に進みたいので、だったら水族館っていう道もあるんじゃないか、はい、水族館を学びたいです。だったら実習したらどうだねと。そしたらですね、1年生の時に静岡県の清水にある東海大学海洋科学博物館で約1ヶ月間実習をさせていただいて、はい、水族館の飼育員さんのお仕事をたくさん学ばせていただきました。で、2年目ではサンシャイン水族館さんで実習をですね、ずっとさせていただきまして、はぁ、こんなにすごいお仕事なんだ。お魚のこともたくさん学べるけれども、水族館のハイレベルな水の配管の一つ一つを覚えないといけないんです。水がどうやってあの、流れてるのか、どのバルブをひねればどうやって流れるのか、どのボタンを押せば温度管理ができるのか、ギャー難しい、これ自分は無理だと思ってですね。こんなハイレベルなんだとですね。そして水族館はもちろんお魚だけではないですので、甲殻類、そしていわゆる怪獣類、イルカちゃんやシカちゃん、ラッコちゃんや、そういったカワウソちゃんとかですね、いろんな動物もいるわけですね。はぁ、覚えることがたくさんだ。お魚ちゃんだけに夢中になってらんないぞ、これ、ギャーギャーギャーと思ってですね。ちょっと考えちゃったんですね。もしも自分が水族館のお仕事ができるようになったとしても、ひょっとしたら機械専門の担当になっちゃうかもしれないです。これはちょっと魚と離れちゃう感じですよね。そうなんですね。だとしたら、他にどんな魚の道があるだろうか。そうだ、魚屋さんだと。で、魚屋さんも、お仕事やってみたんですけど、魚屋さんのお魚が流通してる魚、扱われるお魚っていうのは、しっかり調べると30種か40種ほどしかないんですね、なかなか。季節通しても。だけど、日本には4200種ほどの魚がいるのに、そのうちのわずか数十種の魚ちゃん。いやー、もっとちょうちんあんこうとか、リュウグウノツカイとか、ウバサメ、ジンベエザメにも会いたいと思って、ちょっと、お魚屋さんではなかなか会えないと。でも、さかなクンはどういうお仕事を？三枚におろしたり、パッキングしたり、値札をつけたり、はいはい、小魚のアジの小骨を掘ったりですね。だから、お魚に触れることができてですね、うん、お魚の保存法とか、お魚の美味しい食べ方とかですね、おろし方とか、それをすっごくノウハウを身につけることができたんですけど、はい、いろんな種類のお魚に会ったり、絵を描いたりっていうのが、こうやって見なかったんですね。
わあ、だけど世界中のお魚、もっといろんな種類のお魚、ああ、いや、あったぞ。熱帯魚屋さんだと、うんうん。よし、熱帯魚屋さんだと、うん。で、熱帯魚屋さんに働いたんです。はい、このアメリカから来たお魚、すっごい目玉だな。足みたいのが生えてるぞ。面白い。よーし、このお魚をとことん調べてみよう。と思った矢先に、面白いね。じゃあこれちょうだいで。あーそっか、ここを販売しなければいけない場所でした。とすぐに分かれなきゃいけないんだ。そうなんです。で、お買い上げありがとうございます。ドナ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 っていう心境なんですね。やっぱりお魚をですねじっくり見たりっていうのがなかなかできず、やっぱり商売ですからね、うん、そう思った時に一時期はですね、果たして自分に一体何が向いてるわけと思ってもうこんがらがってしまいまして、でお寿司屋さんでも実は働いてたんですところがですね、まあ、お寿司に使われる魚介類っていうのもやっぱり限りがありまして、まあ、大体30種40種ほどでしょうか、うん、もっといろんなお魚に会いたいなっていう思いも、まああったんですけど、それよりも何よりも、逃げれなかったんです、寿司が。どんだけ大将の、はい、指導があってもですね、教えてくださってもですね、はい、どんだけやってもシャリがもう手いっぱいにこびりついて、どん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 手自体がもう真っ白な、手袋みたいになっちゃってですね、君は本当に寿司職人には向いてないなとですね、大将様ももうお笑いするぐらいにですね、君向いてないなと、だったら皿洗っときな、と甘エビの殻剥いときなって、はい、わかりましたって、しょーんって。でもさ、君の絵面白いからさ、壁に描いてみない？で、お寿司屋さんの壁いっぱいに絵描いていいよっておっしゃるんですよ、うん、いいんですかと、画材も揃えてあげるからさ、時給も出してあげるよ。時給も1000円でと思って、そんなにいただいていいんですか、はい、気合い入れて書きますと。それで、壁いっぱいにですね、マグロを描いたり、はい、マダイを描いたり、でっかいジンベエザメ描いたり、で、雨が降っても、傘差しながらですね、描いたりですね、雪が降っても、寒い冬でもですね。そしたら、街を歩いてる方々とか、車通りが結構ありましたんで、はい、大きいバスが近づくと、ああ、今日マグロが増えてるとか、イワシが3匹増えてるとか、いろんな声も聞こえて嬉しいんですね。で、だんだん話題が、話題になってきまして、はい、あ、じゃあうちのお店にも帰ってくるよとか、うちでも、ちょっと水槽に帰ってくれないって、結構そうやって注文をいただくようになって。イラストレーターとしての仕事が来たわけですか。もともと絵描くの好きでしたんで、それで、あちこちのお料理屋さんとか、漁協さんのいけすに絵描いたりしていたところ、それをドキュメント番組のディレクターさんが、ちょっと、ドキュメント番組にさせてもらえますかと。もちろんです。あら、自分の生活でよろしければと。で、取り上げてくださって、番組で放送していただいたところ、反響もありまして、で今の事務所の会長さんが見てくださってて、はい、で連絡をいただき、自分の描いてる絵をお見せしたところ、面白い絵描くねと。でだんだん絵を描くお仕事とかご一緒させていただくようになって、はい、でさらにテレビでも、お魚のことをレポートするってどうって、はぁ、やってみたいですと。結果、誰もこれまで考えたことのない職業といいますか、魚くんという、ありがとうございます。仕事ができたわけですよね。本当ありがたいことでございまして。だからもう、おかげさまで頭に箱を乗っけて15年になりまして、2006年から東京海洋大学客員准教授として、こうやってずっと学ばせていただいてますので、もう今年で10年になるわけですので、ますますしっかりと、学ばだけではなと、論文も書いて、しっかり研究者としても着実に、成果をしっかりと作っていかないとと思ってます。はい。まだまだやりたいことがいっぱい。お魚からいただく感動っていうのは本当に無限ですし、それを、いただいた側の自分が表現できる方法っていうのも無限にあると思うんですね。だから、せっかくお魚が身をもって届けてくださる感動をですね、最大限で作品につなげられるようなことができないだろうかっていうのが今、どうしてるとこって言うんでしょうか、楽しみにしておりますので、 ありがとうございます、本当に楽しいお話をありがとうございました。 ありがとうございます。またぐわっぎょえっと森田様と皆様に発表できるように、はい、気合入れて頑張ります。ありがとうございました。どうもありがとうございます。また呼んでください。ぎょぎょぎょ。